あ、なるほどね。じゃあ基本500600万じゃないですか。やっぱり本当に。もう一応やって。基本お客様第一なんで、お客様を最優先に立てる。だから自分は絶対になんかポリシーじゃないですけど、あんまタメ口はそこまで使いたくないなっていうのもあって、あくまでもお客様っていう立場だから、ここら辺のなんか上下関係っていうのは。ちゃんとしたいなっていうのはなんか昔の考えかもしれないですけどありますね。そうなんですよ。今の会社はちょっと悪口ばっかりですけど、言ってもらった方がいいかもしれないですね。うん、そうそう。LINE とかなんかそういう、そうですね、いろいろメールとか返さなあかんやつをこういう時に返してるって感じですね。もっと加速しそうな感じはしますけどね。なんかね、教育とかもやっぱ結構変わってくるような感じがして、やっぱそういう風にフリーランスとかが増えてくると、それこそヘアキャップみたいなものがあると、誰かから教えてもらうっていうよりは動画だったりとか、そういうオンラインだったりとかで学べるようなところがあるじゃないですか。先輩が教えるっていうのがなくなってきそうな感じがするから、自分で学んで自分でスタイリストになるっていう人も下手したら増えてくるんかなっていう、ってなってきたら、なんか今までのサロンの形がちょっと変わってきそうな感じがするんですけど、でもそうなると業界が崩壊するから、今までのいい部分だったりとか、そういう上下関係だったりとか、なんか最終的にはこう戻していきたい部分はあるんですけど、多分この今の流れはなかなか止めれない感じはしますよね。って言いながら、自分がそういう流れをちょっとでも作ってる部分もあるのかなってのもあるし、自分がそういう風な流れに乗っちゃったっていう部分もあるんで、何とも言えない部分はあるんですけど。親も結構興味を持ちまして、なるほどね。その状態でやっぱりこちらがしっかりと分かってて話せるんだったら、全然働かされ、なんか働いてる、どっかに勤めてるってなったら、自分の能力 100% 使わないと思うんですよね。なぜかというと給料のために働いてたりとかもするから、自分でやるってなると自分で全部考えて動くわけじゃないですか。自分の能力を 100% に使わないと生きていけないですよね。むちゃくちゃ頭フル回転するし、行動もめっちゃすると思うし、ってなったら絶対そういう人の方が強い世の中にはなってくるじゃないですか。だから個人的には賛成です。やっぱり全部1から10まで教えてくれるし、技術はすごくしっかりすると思いますよ。今ってこれは得意だけどこれは得意じゃないっていう人が多いけど、まんべんなくある程度は教えてくれるから、基本的なものは学べると思うんで、そこら辺はいいかなと思うんですけどね。でもそれで生きていけるかって言ったら、生きていけない時代になってるから、何かに特化しないと難しいっていう状況になってるから、まあその二極化するんじゃないですか。でもそうするとだいぶ差が開いてくるような感じをします。まあ風の時代とかって言われてますけど、マウントを取るような、なんか自分が上自分が下とかなんかそんなんじゃなくて、本当になんかみんなで協力していかないと、まあ美容業界も何の業界でもそうなんですけど、なんか食い合いっていうよりはやっぱ協力していって、その業界を盛り上げていかないと、新しいことやるとやっぱり出る杭は打たれるみたいなのもあるじゃないですか。なんかそうすると何の成長もないし、で強い人間だけしかそっちは上がっていけない感じもするから、もうちょっとね、なんか誰かがやってること、新しくやってることだったりとかに興味持ったりとか批判するんじゃなくて、一緒にこう盛り上げていけるような人たちがいっぱいできると、美容業界ってもうちょっと上がっていくと思うし、みんなでなんか仲良くやっていきたいなって個人的にはね。インターネットやったら批判するけど、
僕らのその横のつながりでは批判しないで、みんなで協力して業界を盛り上げていきましょうっていう感じですね。なんかそんな感じなんですね。あなたまだ口の中入ってるね。はい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 、やばいっすよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。年金のこと結構ね知りたいかなと思うんですけど、はい、ということで休憩します。ちょっと開けますね。はい、まあ、金融教育授業今ちょっとやってるんですけど、まあ、なんかその美容師さんだったりとか、やっぱりこういうお金の勉強っていうことはあんまりちょっと知られてない方が結構ほとんどかなと思うので、まあ、少しでもね今日の、まあ、セミナーを聞いていただいて、ちょっとでもなんか自分のこの人生の足しになるようなものになってもらえたら一番かなと思ってます。なので一生懸命喋りたいと思います。しっかりこういうことを学んどいてやるかってなると、今の年代で約でコロナの影響なんでアンケート用紙はお配りしてなくて。お疲れ様でした。まあ、美容関係の方だったりとか、まあ、お客様だったりとか今日はちょっとね来ていただいて、まあ、初のね、皆さんの前で話すオフラインセミナーという形でちょっとやらせてもらって、でやっぱりねコロナの影響でもやっぱこれぐらい10人ちょっとぐらいの方が来ていただいて、あとはあのズームでも見ていただいたんですけど、皆さんの前でね話すのはね、美容のことだったらねもっとスラスラ話せるんですけど、やっぱ金融のことっていうのはまだまだ僕らは拙い部分もあるし、まだまだねできてない部分もあるんですけど、だけどちょっとでもね聞いてもらって、まあオンラインでも結構ね皆さん本当に聞いてよかったなって言ってくれる方も結構いらっしゃってて、でこうやってオンラインでもね僕らの熱量みたいなのが伝わってくれたら、ちょっとね今日もやった甲斐があるかなと思うので、まあなんか多くのね美容師さんもね多分お金のことだったり将来のねの悩みが結構あるかなと思うんですけど、まあこういった感じのねちょっとセミナーで聞いていただければ少しでもね今後の未来に役立つかなと思いますので、よかったら皆さん気になる方連絡ください。今日はありがとうございました。でこの感じで見ると少しでもねあの皆さんのためになってもらえたら、結構いいかなと思うので、今後ももっとも学んでいきたいという方はまたご参加いただいたりとか、あとはもう普通に気兼ねなくまた LINE でね返信いただければ僕らお答えしますので、またよかったらぜひご参加ください。セミナーを終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。美容師も混ぜたりとかしてもいいですよね。うん、そうですね。美容業界ってちょっと狭い。狭い、ね。美容師って結構美容師でつるむじゃないですか。そうですよね。割とそれ強すぎるなと思ってて。わかります。でもやっぱりなんか考えるじゃないですか。いろんなものを思いつこうとするじゃないですか。頭使うじゃないですか。だから何も考えてない人よりは絶対に知識もつくし、知恵もつくんじゃないですかね。だからその点ではいいかなと思うし、情報も取ろうとするわけじゃないですか。で流行りだったりとかなんかそういうのもキャッチしようとするじゃないですか。で自分で流行りも作ろうとするじゃないですか。そういう意味でだいぶいい、なんていうんですかね、こうツールというかいいものなんじゃないですかね。 YouTube って、まあ、SNS 自体がそうかもしれないですけど、 YouTube って結構大変なんで、話したりとかもしないとダメだから、まで。その数字なんでっていう部分で責任感にやってるとこあるんで、責任感としてだってもう僕がやり始めた時でもやってたん でなおかつ結構売れてたんで、大御所ですか僕から。いやでもなんかそれがあったから、でも僕多分若い子寄りに多分考え方、思考変わってきたんですよ。多分一緒ですけど、ね、本当新規やらないのがそれが理由で、今まで来てくれてたお客さんにはなんかこういろいろ支えてもらったりとか、まあ、恩返しだし、その方の、まあ、人生を背負うって言ったらあれかもしれないですけど、まあ、一生やっていきたいなって気持ちがあるからやりますけど、マスターがその6年前にやって誰もやってないなっていう時に
そういう時にやりたいタイプの人間だから、その時はだから思いっきり。お客さんに見せるためにやったんですけど、あとは誰もやってなかったんで、誰もやってないし、何してんのってずっと思われたと思います、その当時のスタッフには。バカじゃないのぐらいの感じで多分思われたと思いますよ。どれだけなんかその相手とかいろんな人に与えられるかっていうよりかは、なんか残せるかみたいな部分の方がすごいなんかいいのかなと思って、まあ、いい悪いっていうか、いい悪いとか正解とかないんですけど、なんか与えられるよりかはなんか残せるかみたいな部分、まあ、ちょっとニュアンスかもしれないですけど、まあ、やっぱり動画更新して伸びない、動画更新しての見ない、めっちゃそれじゃなくて1個ずつ階段は登ってってるよっていう、動画は増えてってるから安心してくださいみたいな感じで、動画増えてくからそこでモチベーションを作っていくみたいな。数字が伸びなくなった瞬間やっぱり折れちゃうっていうか、あーってなっちゃうんで、でまあちょっと残すっていう感覚でちょっと僕もちょっとやろうかな。本当にありますよ、そういうタイミング。僕はそんなないですけど、やっぱり見てると、はい、あそうやっぱりファッション好きなんですよ、ね、能力っていうか生きていく中で必要なものを取り入れていくだけなので、こういうことって絶対必要になってくるよね、じゃあこういうことってみんなやってんのかなと思ったら、やってなかったらやった方がいいじゃないですか。でもそれをやってるっていう人がいると、そこにチャンスはないし面白みもなくなってくるので、だからやってないんだったらやった方がいいし、やり方が分からなくてもやった方がいいと思うし、とにかく下手くそでもいいから。で気づいたら多分周りの人らが気づいてくるんで、そうなったら勝ちやなっていう感じはしますね。っていうのもあるんですけど、でもなんかやっぱり美容師だけで若い20代の時とか30代前半の時とかって、もうそれだけで行ってやろうみたいなって結構皆さん思うと思うんですけど、でも結局30代後半になってきて、多分ね自分ってこのぐらいなんだな、自分のなんか生活ってここまでしかできないんだなとか、なんか将来のことをちょっと考え出すじゃないですか。ってなった時に、じゃあ真っ先に何を考えるってなったら、じゃあ投資っていうものを考える人が結構ほとんどなのかなと思って、それも業界に限らず。でも美容師でやりたいけど、でも何だろう、生活できないから違うことやらなあかんなとかって、年齢を、いけばいくほどってなってきたら、なんかやっぱそういう部分って知識がないから全然違う仕事したりとか、なんかそういう人らもあんま生みたくないから、なんかこういうそのなんだろう、お金の考え方だったりとか、若い時からそういうふうに、まあ、資産形成が例えばできるようになって、まあ、将来の不安みたいなのがなくなって取り除けたら、本当になんか好きなことできるような感じになるかなと思って、なんだろう、こう売り上げでいい生活するっていう美容師さんっていうよりは、本当に技術が好きで、カットが好きで、カラーが好きでとか、まあ、例えばね、カメラ撮るのが好きでとか、本当になんかそれをやりたいからやるっていう人がもうちょっと増えたら、なんかすごくワクワクしません？なんかそれの一個のツールとしてそういうのがあったらいいかなと思って、で今まで周りを見た感じで業界を見てもあんまりそういうことをやってれる方もいなかったし、そういうことを発信してる方がいなかったので、興味があるからやってみようっていう感じで始めたっていうのはあります、まあ、賛否両論あるとは思うんですけど、でも結局誰かが何かをやらないと多分業界って変わっていかないから、僕はそういう部分で変えていきたい部分はあって、技術だったりとかで変えていく部分もあると思うんで、それはまあできる範囲でなんかいろんな人がやっていったら面白くなっていくんかなと思います。